こんにちは、コッコです。馬車道駅下車、今日は気になっている展望台へ。みなとみらい線馬車道駅5番出口から少しお散歩してみます。ここは神奈川県立歴史博物館。行ってみたかった喫茶店が長蛇の列だったので引き返します。再び駅、レンガの壁面が面白いので見てみて。改めて今日の本面へ。地上150メートルの無料の展望台、エスカレーターで2A 出口へ、横浜北中ノットへ、駅直結です。海に近いんですね。地上58階建ての高層ビル、上り切ったら左手へ。エレベーターでオークウッドスイーツ横浜の46階フロント階まで。大きな窓、あまりの絶景に思わず駆け寄ってしまいます。周りのビルを眼下に見下ろし、なんなら雲よりも高いかも。こちらは滞在型ホテルオークウッドスイーツ横浜のフロントのある階、無料で見学ができますよ。フィットネスセンター、英語表記、海外のお客様が多そう。廊下を歩いて、回廊式なので横浜の景色をほぼ360度見渡せます。ハンマーヘッドの港から大きな船が出港したところ。見学できる時間は9時から22時まで、静かに過ごせます。フロアでの注意事項はこんな感じ。飲食、三脚での撮影は禁止です。このビル、横浜北中ノットは地上58階建て、高さは約200メートルあり、この46階フロアは地上150メートルほどだそうです。横浜で2番目に高い建物とか。ここは何だろう。かき氷美味しそう。明るく広いスペースに椅子とテーブルが。フリースペース？通り抜けできるようになっています。誰もいない。ちょっと座って様子を伺います。静かでいいですね。4代目徳次郎、日光天然氷。バスクチーズケーキにも惹かれるけど、こちらのクラフトジンジャーエールを頼んでみます。注文は QR コードから。クラフトジンジャーエール、冷たい飲み物で一息。ローズマリーが刺さっています。ちょいっと混ぜ混ぜして、めっちゃ美味しい、安らぐ。カフェはこちらのレストランの隣接スペースにありますよ。カフェを出るとここ、眺望抜群のスペースです。夕日が差し込む大きな窓、円形の大きなソファが数箇所配置されています。ここからは正面に桜木町、ランドマークタワー、みなとみらい。ランドマークタワーの展望台にも憧れるけど、こうやって150メートルの高さからあちらを眺めるのもいいじゃないですか。遠くの方までよーく見渡せます。手前、雲の流れが早い。雲がなければこの時間、空の色ももっと鮮やかに染まるでしょうね。横浜の街並み、建物、港は一目でそことわかる特徴があって、この景色を気軽に見に来れる場所にいることが幸せなことと感じます。遠くで行ってみたい場所はいろいろとあるけど、今ある幸せをかみしめること、それもありがたいこと。日が暮れて街に明かりが灯り始めました。レストランは遠目から。コスモワールド、観覧車もキラキラし始めた。観覧車のてっぺんよりもこんなに高い。横浜スタジアムに明かりが灯ると目立ちますね。海の方に目をやれば、大桟橋にベイブリッジ、大きな客船が停泊しています。パパホテルも。さて、そろそろゆっくりさせてもらいありがとう。暗くなってしまうと窓に建物内の照明が映ってしまうので、日中から日が落ちるまでがおすすめかな。場所を移動して横浜駅まで。
横浜駅到着。西口を出て気になっていたお店へ。駅のすぐそば、繁華街を流れる川、あのビルへ。南幸い橋、香川の名店骨付き鳥の一角さんへレッツゴーです。初めてなのでまずはひな鳥を、結びも合わせて注文。飲み物は玉露入り緑茶。お客さんでとても賑やかな店内。一人は寂しかったな。店員さんが目配りをしてくれていて注文はスムーズでした。紙エプロン装着。ひな鳥が到着、熱々です。骨をナプキンで包んで。結構ずっしり重い。ギュッと握られたおにぎりが3個。鶏だしのスープ。滴っている鶏エキスにキャベツを浸してパクリ。おいしい。皮はパリッと、身はジューシー。創業以来70年変わらぬ味。この食べ方もとても好き。やみつきの味だった。また食べたい。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。